仮面ライダー俳優あるあるですよね。ハロー、こんにちは、ニーハオ、井上正弘です。今日はピンクの特撮のアクション練習来ました。まあ普段ね、その、まあ、特撮といえばアクションが、まあ、そばにあると思うので、アクション練習っていうのを何回も重ねるんですけれども、もう今回は、まあ、撮影期間もタイトということで、アクション練習をしながらコンテ作りをします。はい、なのでもう実際のもう撮影に向けたトレーニングですね。で今日はもう本当にね、生身のアクション、もう本当にキャスト VS キャストみたいなところをしっかりと作っていきたいなというふうに思いますので、僕ね今日ね、まあ、現在昼の1時半なんですけれども、ここから20時ぐらいまでずっとアクション練習です。いやね、多分ね、まあ、コロナ禍っていうのもあってちょっと運動不足っていうのもありますし、普通にアクションってがっつり1時間半とか2時間とかやったらもうめちゃくちゃ疲れるんですよ。だからね、今日体力持つかどうかがねちょっとね心配ではあるんですけれども、ただもうすぐ撮影ですので、まあ、それに向けて頑張っていきたいなと思います。では行ってきます。はい、今日もトミーさんのところスタンドラボーさんに来ております。じゃあ行きます。タミさん、よろしくお願いします。アクションどうですか？アクションね、でも久々だね。ですよ ね結構剣の戦いな感じだね、はいはいはい、僕はね、はいはいはい、だからまあまあ武器とか使ったりとかすることはね、そうだね。あとはカシューさん多分強いキャラクターだと思うんで、はい、まずは怪我しない程度。そうです、今日はリハーサルなんで。はい、いやでもね、こういう機会がねあるっていうのはね結構すごいありがたくて。マジですか？大体現場行って、あー、まあ現場でいきなりやってください、どういうことで、いいんでしょみたいな感じから僕ら結構さ、いや、そうですね、仮面ライダー俳優あるあるですよね。普通は結構そうあります、あります。そうですね、こういう警告機会があるから、はい、とても助かります。まあ一日だけですけども、はい、まあ、ちょっと時間になりました、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで柏木さんとのアクションゲームをしていきます。しないともうダメだなと。マジですか？え、お風呂上がりどうします？風呂上がりはでももう化粧水でパックをするようになって、買ってきて新大久保で。なるほど、じゃあ若さの秘訣はパックっすね。パックとかね結構しないとダメだね。結構変わります？変わる変わる変わる、全然良くなってきて、冬でもしなくなってきたから、それなりに。そうそうそう、あっなりました。ここ出ない方がいい、あ、出た方がいいみたいな。お互い一歩出ると、ああ、なるほど。僕はもうちょい突っ込めばいいんですね。あ、井上くんもあんまで、タクさんがあそこに一歩入って、一歩ね、右足が入ると、はいはいはい、いいって感じになる。はい、ということで僕はハンマーを食らせる、そしてカシューさんは早くするっていうので、もうワンとかね、まだね、
芝居やったことないからね。そうですね、まあ芝居を乗ったら多分かなりリアルな。そうそうそう、またね、あの呼吸が入る。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。いやー、はい、はい、よろしくお願いします。いや違います、僕のレッスンチャージです。あ、レッスンはいつもそうやってやってるの？そうなんですよ、いつも全身。アクションはやったことある？高校の時に芸能の学校通ってまして、そこで週1で一応やってたんですけど。あー、なるほど。じゃあこれはもしかしたらいいかもしれないですね。いや、ちょっともうさすがに運動ってみんな言うじゃん、もう、まあ、仕方ないですね。頑張ります。はい、で、早田くんとのなんかアクション結構多いみたいなんですよ。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、その時前です。落とした時にしっかり下まで落として、そこから、はい、はい、ちょっとずつ入ってきましたね。ちょっとずつボトルアクションが経験無難なので、いやもう普段使わないところの体を動かすのね。まだ鈍ってるだけで、ここから見せてきましたよ。グーどうやって握ったんだっけ？こうやって握ったらしい。やばいよこれは。こうですね。はい、そうそうそう。こういう感じですね。こういう感じですね。はい。いきまーす。セリフ。あー。もうダメだったんで。はいはい。自分的にダメだったんで。全然ダメだった。さっきの。今日。ちょっと見てみる。これで次で右手打つと考えてるから左打ちだ。本当だ。ダッサ。俺ダッサこれ。何これ。猿の攻撃みたいな。はい、覚えます。はい、でもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、アクション練習？もう、甘く見てました。ちょっと本当に甘く見ちゃダメですよ。覚えはいいですね。はい、じゃあちょっと引き続き2メートルして練習してください。はい、全力で頑張ります。はい、ちょっと帰って24時間以上毎日勉強します。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ラスト、大村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？もうごめんなさいね、なんか巻き込んでしまって。いえいえ、楽しいです。やるからには全力で。あ、全力でお願いします、本当に。はい、結構なんかムキッとされましたね。あ、もう短期間で鍛えました。いやー、なんかガチでやってくれて嬉しいですね。いや、もちろん。はい、今日ちょっとね、アクション練習もう僕最後の人がちょっと大村さんなんで、はい、最後ちょっと一緒に頑張りましょう。最後がなんか一番きついらしいんで、マジか。はい、頑張ります。ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ずっとやってもらっていいかな。本当にゆっくり。はい、ということでゆっくりやります。ゆっくり。はい、でも基本的に今ゆっくりできてるんで、それをちょっとずつ、はい、なるほどなるほど。はい、じゃあもうちょい上げた場所、もうちょい上げた場所。行きましょうか。行きましょう。
や、ふんふんでリズムを覚えようとしちゃって、ふんふん禁止令出ましたね。どうでした小村さん。いや思ったよりもきつい。そりゃそうですよ、特撮ですから。こんだけ汗かいたのは10年ぶりぐらいですよ。いやー、上にかいてますね。1個だけ多分ね、5キロぐらい痩せたでしょ。有酸素運動ですもんね。有酸素運動です、はい、ということで、まあ、これをベースにまた各自勉強していただいて本番臨みたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアクション練習全部終わりました。楽しみですね。もういよいよピンクの特撮が始まるんだなという感じがしました。もちろん撮影にはね、一切手を抜かずにやるつもりですので、今日のアクション練習をまた勉強して帰って各自で頑張りたいなと思います。アクション練習の風景でした。皆さんありがとうございました。それではまたね。